や山レナのドラゴンジャーナルーマスヤマレナのドラゴンジャーナルーマスヤマこんにちは。 毎週お聴きいただきましてありがとうございます世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈のドラゴンジャーナル本日8月1日8月1日の放送収録を今行っております本日はアースアートファクトリー社のスタジオからお届けしております まず8月といえば皆さんは何を思い浮かべますでしょうか、えー、スイカ、えー、海水浴、山登りとか。 8月、特に前半は私にとってはいつも心が引き締まると言いますかとても思い入れがある月で8月といえばやはり8月6日に広島原爆が投下され1945年8月6日には広島で原爆が投下されまして8月9日には長崎で原子爆弾が投下され多くの方 方々がお亡くなりになられましたこういった状況を映画にまとめておりまして貞子のつる地球をつなぐという映画を制作いたしました2017年戦後 2015年を舞台に撮った作品なんですけれどもこの映画今この夏全国駆け回りまして上映会をしておりますどんな内容なのかを簡単にご紹介したいと思います 世界で一番有名な被爆者といえば広島平和記念公園にある折り鶴の少女、えー、原爆の構造という世界中から千羽鶴が贈られている映像があります。あの像のの像モデルになったのが佐々木貞子さん。 という少女です2歳の時に黒い雨に当たりて原爆を被爆をしてそしてその後白血病を発症しました12歳で病棟で鶴を織りながら回復を願っていたんですけれども願いはかなわずそのまま船場の鶴を えー、almost 千馬、千馬ほどの鶴を折って、そのまま願いが叶わぬまま亡くなってしまったんですけれども、えー、この少女が現代に蘇って、現代を生きる子供たちと、えー、友達になって、平和や戦争のない社会を、えー、願っていくというストーリーになっております。えー、こちらの映画に主演してくれたリアンさん、 今、隣にいるんですけれども、リアンさんは、えー、貞子役を演じました。実際に、えー、演じてみて、いかがでしたかそうですね、えっと、あの、ABCC のシーンがあったんですけど、その時の撮影が、その、本当に、なんだろう、布一枚かぶさった感じで、ほとんど裸みたいな感じで、 写真を撮られたりするのがすごい嫌だったっていう思い出があってだからそう本当に当時本当にそのアメリカの人アメリカの人とかにその標本みたいな扱いを受けてたその被爆者の方々はすごく。 私なんかよりもすごい嫌な思いをしたのかなっていうふうに思ってすごいひどい扱いを受けてるんだなって思いましたありがとうございます今、えー、ラジオをあの聞いていただいている皆さん ABCC といったあのリアンさんの,、えー、の言葉の意味が伝わらなかったかもしれないんですけれども、えー、この ABCC というのは米軍の医療組織で、えー、被爆者の方々の、えー、実験データをさまざまな形で集めていた団体です。 例えば、映画の中にも当時の貴重な資料を、えー、あの参考映像ということで紹介しているんですけれども、カラー写真で克明に火傷の様子を記録していたり、また、えー、グロテスクですけれどもこう、皮膚の移植の手術の様子も、えー、記録していたり、 また女性も男性もその記録を取るために裸になってこう前横後ろ横というようなまるで犯罪者が受けるような扱いで撮影をされていました。また血を抜いたりそのレントゲンのデータも全てこの ABCC によって集められん えー、ウラン型、広島がウラン型の原発、えー、長崎がプルトニウム型の原発だったんですけれども、それぞれどういった違いがあるのかというデータを集めるために、被爆者の方々、ただでさえ大変な中、屈辱的な思いをされながら、そういった、えー、体の標本を、えー、ABCC、爆弾を落とす側の医療施設に提供をされていました。 そのシーンを実は初めてドラマとして描いたのが、この貞子の鶴という映画になります。皆さん、裸足の弦という漫画を覚えていらっしゃいますでしょうか、えー、あの漫画にて、あの、 え、中澤さん、漫画家の中澤さんが、お母様が被爆をされて、その被爆者として亡くなられたあ、ご本人も被爆をされたんですけれども、お母様が亡くなった後にも、ABCC から、その、遺体を提供するように連絡があったというシーンや、 お母様が、えー、こう屈辱的な裸にされて資料を取られたということを怒りを持って描かれているシーンがあります裸足の弦を描く、えー、きっかけになったのもその ABCC との、えー、関わりの中から、えー、発案されたということなんですけれども当時のことを記憶されている方々が ご高齢となられる中当時のそういったショックなことを話されるというのは本当に、えー、負担になることだと思います、えー、そういった中でこの映画を通じて、えー、どういったことが起こっていたのかそこで人々が何を感じていたのかということを記録し日本や今年はインドでも上映されているんですけれども、えー、世界の方々に伝えていくということは 映画を制作するものとして、そして一人の人間として必要なことだと思っています。特にその ABCC に写真を撮られるシーン、実際にドラマとして撮影したのはこの貞子の鶴、地球をつなぐという映画が初めてですけれども、 えー、当時、撮影当時13歳という若いリアンさんが、そのシーンを、えー、演じてくれたことは大変監督として感謝しております。本当に辛い思いをさせてしまいましたが、演じてくれてありがとう。はい。はい。<laughs> はい。えー、また、リアンさんは、この演技をする前に、えー、佐々木貞子さんの、 え、ご遺族ともお会いしたということなんですけど、というか一緒に行ったんですけど、博多に、えー、お兄さんが住んでおられまして、お兄さんにご挨拶に行きました。私もこういった実際に実在する、えー、方を、えー、あの、モデルに映画を作るということは、やはりご遺族の方にご挨拶しなければということで、えー、ご長所を拝見した後、 あのご自宅にお伺いしてお話をしましたその時のことをリアンさんは覚えていますかそうですねえっとお,お墓参りに行か,すあの行かせていただいたことをすよく覚えていてその,その貞子さんのお墓の前で。 手を合わせたときに、すごいなんか、ご遺族の方や、貞子さんからもすごい期待されてるような気がして、すごい私がやらないとなっていうふうに思いました、はい、懐かしいですねあの、その時の写真、覚えていますか 覚えてないかしらはい、えー、その時に、あの、ご遺族のお兄様に、えー、か、あのこう、とお会いして、そして、えー、貞子さんのご生前の写真を持ったリアンさんの写真があるんですけれども、えー、実際、顔がとっても似ていまして、 え、ラジオでは顔がなかなか伝えられないので、ぜひ映画を見に来ていただきたいんですけれども、えー、サダさんのあの表情とリアンさんの表情がとっても似ているなということで、えー、ご遺族で、あの、甥いっ子の佐々木雄二さんとも、えー、リアンさん面会させていただいたことがあるんですけれども、いや、本当に似てるね、っていうふうに、あの、太鼓判を押していただきました。 で当時まだ13歳のリアンさんが実際に、えー、実在した人物を演じたり、また戦争という重いテーマの作品に向き合うのは大変なことだったと思うんですけれども、確かにそのお墓参りを経た後にストンと見ていても、 やらされてるというよりは本人がよし、やるぞというふうになんかこう腹をくくってくれたという感じがしていまして、かなりハードな撮影だったんですけれども、 実際にあの闘病のシーンでは血を吐くシーンがあったりだんだん痩せていったりまた今言いました米軍の医療施設での裸の状況で撮影をされるといったシーンを受けたり精神的にも肉体的にもハードな撮影だったと思います。 またこの映画の、えー、半分は、えー、過去のストーリーを振り返りつつ、現代のストーリーを盛り込んでいまして、えー、ご遺族の方が寄贈された、その貞子さんの折り鶴が実際に寄贈された場所での撮影をいたしました。その中の一つが、えー、沖縄県沖縄市で、 沖縄市役所でも撮影をしたんですが、その流れで辺野古にも行ったことを、えー、辺野古での撮影もありました。 その辺野古では、えー、今あの、土砂の搬入が問題になっている場所なんですけれどもその時、船で、ね、その地元の方々と一緒に海上保安庁の方と向き合うような場所まで行って、えー、あの現代によみがえった貞子さんが辺野古に行くというシーンがありましたね。その時の時こと、ととリアンさん覚えていますかははっっきりとはちょっと覚え ではいないなんですけどその海上保安庁の人とかを見た時にすごいなんか海を守るっていうイメージがあったからその海を守るのの邪魔をしてるのを見てすごいなんか思ってたのと違うなっていうふうに思いました。 はい。あの、海上保安庁の方にえは、海上保安庁の方はこっちがドラマの撮影できてるとは思わないので、実際に子供が乗ってるというふうに思ってたと思うんですが、あの、えー、映画の一シーンで、なんで戦後70年経ってるのに、まだアメリカの基地があるんですかって貞子さんが叫んで、 で、えー、シンジ君というさだこさんの初恋の子にそっくりな子が、あの、出てくるんですけれど、彼が海を守るのが仕事じゃないんですかっていうふうな質問をすると、海上保安庁の方が、こちらが映画でドラマだと知らずに、ちゃんと答えてくださるんですよね。 あのシーンはこう映画史に残る名シーンだと私考えておりまして、ぜひ皆様見ていただきたいです。そういった子供たちのピュアな思いに、えー、海上保安庁の方が何と答えるのかということが実際に起こっていることがブラックユーモアなような。 また現実というものが違う角度で見ることができるきっかけになるんじゃないかなと思います。えー、そして続きましては、この映画の、えー、もう一人の主人公が、シンジくんという役があるんですけれども、えー、彼は、えー、原爆病院、えー、広島の日赤病院で、貞子さんと同じ病棟で、えー、闘病をしていた男の子で、 そして、サダコさんはそのまま病院で、えー、亡くなられるんですが、シンジ君は、えー、そこから退院をしていくというキャラクターになっています。ご遺族の方にお聞きをしましたら、えー、実際に初恋のような感覚が二人の間にあって、病室同士でこう鏡をキラキラってこう、あの、 やりとりをしていたりするということで、そういったキャラクターを設定させていただきました。えー、実は、その、ご遺族の方も、の、ンジ君くんを、あの、戦後、訪ねたりしたいということで探されたそうなんですが、その後、シンジさんが今、どうされているのかっていうのは、まだわからないそうです。 この新治君役を演じてくれたのが、広あの福島え原発事故、東電原発事故でえ、福島県郡山市に住みながら、えそのえ原発事故を体験した幸輝君という少年です。実際に、えー 過去の原爆病院で、えー、当時戦後、えー、あの闘病した男の子役とそして現代の福島の、えー、原発事故を体験した、えー、少年としてダブル、えー、ダブあ二役を本人が演じてくれています。 この新ンくんが、新二くん役を演じてくれた幸貴くんも8月11日東京の多摩市日野での,の,あの映画上映会に来てくださいますので、現在はとてもたくましく成長した幸貴くん。 あの、その後アメリカや、えー、ドイツにも留学をしているすごく頑張り屋の高校生なんですけれども、えー、彼の体験談も映画の上映後聞けると思います。この新次君役を演じてくれた方が今隣にいますので、ちょっとインタビューしてみたいと思います。 えー、シンジ君は、サダコさんと出会うことで、すごく体験を、えー、しまして、成長するというストーリーが描かれています。その大人になったシンジ君を演じてくれたのが、えー、戦場ジャーナリストの柴バさんです。柴バさん、こんにちは。こんにちは。 はい、あの、柴さん、普段、戦場ジャーナリストということなんですが、このようなドラマでの撮影というのは、今まで経験が終わりなんでしょうかええー、あの、演劇部を含めて全くなかったので、あの、とても緊張しました。<laughs> 初めてで、そして、実際の戦場ジャーナリスト役を演じてくれましたね。えー、実際の、あの、こうきくんも、 こう撮影中に、えー、真珠を演じながら、えー、戦争中の、あの、戦後の体験であるとか、また、沖縄の辺野古のシーンも、こうきくん一緒に乗っていたりして、だんだん撮影をしながら、顔つきがシャープになっていくということがあったんですけれども、えー、そんなこうきくんを大人のシンくん役として、みな、見て、えー、芝さんはどんな風に感じられましたか そうですね。やっぱりこの映画の面白いところはそのあの現実とそのフィクションがリンクしていくようなところがあってこうきくんもその福島出身でその原発事故でいろいろなことを、ねあのまあ、経験して思ってたっていうのもあるかと思いますしまあそういうあの、まあえー、原発被害っていうものがですねまた その原爆被害ともつながっていくようなところが、まあ、その役の中でこうきくんがまたあの沖縄に行くようなあのシーンもありますけどもその、えー、昔やあの今につながるさまざまな不条理にあの対してですねこうきくんが向かい合っていこうというなんか姿勢があの見られて。 非常に彼に彼ととっっても良かかたんじゃないかなと思いい思ますありがとうございます。あの、芝さんは、えー、2025年の、えー、日本最後のジャーナリストという設定で最初出てくるんですけれども、えー、なんと、貞子さんと出会った真珠く君が、その後、ジャーナリストになって、その、えー先、えー、日本でのジャーナリストというのはもう、 絶滅危惧種でありこうきくん演じるしんじくんが大人になって日本最後のジャーナリストになるよっていう設定なんですがこの役演じてみていかがでしたかえっとまあ,あの実は私がとある、まあ、あの写真展でその、えー、入選しましてあのその、えー、実際にその、えー、中東のパレスチナ自治区ガザであの撮った写真をあのバックにですね あの撮影をやったたりとかしたんですよねだからなんかちょっとあのえー、まあ演技自体はあの <laughs> 演技自体はですねあの全然もうあの何の経験もなくて、えー、大根そのものなんですけども、えー、ただまああの話していることとか割と、えー、普段話していることとあんまり変わんなかったりとかしてまあ、その辺もまあ面白かったかなという気はしますねはい。 はい、そのワイドショーではなかなかその戦場の残酷なシーンを撮影できないとかいうことであるとかメディアによってその報道の真実がどのように歪められていくのかといったことも短い言葉のやりとりで描かれます。こういった脚本作りにも柴さんご協力をいただきましてすごくリアルに戦場ジャーナリストというあの人物像が短いシーンでしたけど印象的に描けたなと思っております。 おります、えー、贅沢にも視店店というあの写真展で、えー、柴玲さんが、ね、入賞入賞賞を取られた時の、えー、展覧会の様子も出てましてなんかこの予算あのすごく低予算で撮った映画なんですけれどもうーんなんか戦場ジャーナリストの印象的なシーンを撮影したいなと思ったらちょうどそういったあの柴さんの受賞であるとか撮影を、えー、美術館さんや視店の実行委員会の皆さんに にもご許可をいいただいてあの東京都美術館で大々的な撮影ができたりとか本当に撮影のいろいろな現場でラッキーが積み重ねになって、えー、どのシーンも、えー、奇跡的に撮影ができました、えー、今日、えー、久しぶりに当時の映画を見ていただいたリアンさんなんですけれども映画を見て感想があるそうなんですがよかったら教えてくださいえっとこの映画にはすごい。 いろんな戦争とかその原発とかでその亡くなった方とかが出てくるのでそのなんか普段結構メンタルが弱くてそのすぐなんかなんか消えたいみたいなことを言っちゃうタイプなのですごいこの映画見てそんな。 こともあんまり言,言ってられないなっていうかそのみんな行きたいなって思ってるのに私は何なんだと思いました <laughs> ありがとうございます、えー、消えたいなってよく思うということなんですがそれはそれでちょっと心配なんですけれどもあの現代の私たちはさまざまな 学校や職場や社会や政治や、えー、閉塞感のある中で暮らしていて、えー、悩みを抱えられている方たくさんいらっしゃると思います。そういった方にも改めて戦争や、えー、理不尽な状況に置かれて、えー、様々な苦しみを抱えながら生きたかったけど生きられなかった、えー、多くの方々がいらっしゃるということを 8月は特にしっかりと思い出して、今生きている私たちが今日をちゃんと生きていこうということをリアンさんみたいに感じてもらえたら嬉しいなと思います。 えー、感想ぜひ、いろんな、あの、撮影、えー、上映現場に来ていただいて、お話、えー、いただけたらと思います。8月5日が大阪の天劇、えー、キネマトロンで、午後4時45分から、8月6日は広島の、えー、 アドソン会議室にて、えー、午後4時半から、そして8月11日には東京の多摩地域プラントにて、午後2時半から上映があります。また8月の28日には東京銀座の6丁目にあります銀座サロンにて、サダコの鶴午後2時半から上映がございます。えー、こちら高校生以上との、えー 現場も、えー、無料でご覧いただけますので、特にお子様、若い、えー、方々に自由研究のテーマとしても、この映画を見ていただいて、いろんなことを感じていただけたらと思います。えー、本日は、あの、えー、収録お付き合いいただきまして、貴重なご意見いただきました。えー、お二方、最後メッセージをお願いいたします。えっとですね、まあ、あのー、 映画、あの、改めて見てみると、すごくいろんな、あの、えー、問題がつながって、あの、まあ、その、まあ、いい映画だと思います、本当に。えー、で、やっぱりその、えー、核の問題っていうのは、まあ、実は全然終わってなくて、その、日本の、えー、まあ、視線を含めてですね、やっぱり、世界から核兵器は、どうやってなくしていくのかっていうのは、 あのこれからはまあやはり正念場だと思うんですよね、えーまあえー、昨今もその、えー、北朝鮮の問題があったりだとか、あるいはイランの問題があったりだとか、えー、アメリカ自体がその、えー、臨海核実験、未臨海核実験をやったりだとか、そういうようなあの核を廃絶していこうというあの流れに逆行している中でね、やっぱりその、えー、普通の人々がやっぱりその核兵器というものは、 あの、絶対許しちゃいけないんだっていうことをですね、改めてこの映画を見てあの考えていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。えー、この、貞子の鶴、地球をつなぐの映画では、えー、被爆者の方々が戦後体験されたリアルな、えー、現実を表現しています。また、えー、同時に、 サダコさんが現代に蘇って、現代の戦争と呼ばれるものの様々な、あの、あり方といいますか、えー、米軍の、あの、PTSD の問題を抱えたイラクに、えー、行かれた米軍の方ともサダコさんがお会いをして、えー、鶴をプレゼントするといったシーンや、えー、イラクの、えー、ファルージャにいる、えー、子供たち、そして、のお母さん、お父さんのファミリーとお会いして、 でテロリストになってしまう、えー、少年兵を目指してしまう子どもの姿や、えー、そこでもあの鶴を寄贈してというようなシーンが出てきます今も、えー、戦争が続いていて柴さんが、えー、言ったようにその、えー、特に核に関わることでの緊張の度合いが増している状況がございます、えー 実際の、えー、戦争で、えー、被爆をした国というのは、うん、日本が唯一の被爆国として、えー、世界中に知られているわけですから、本当はこういった戦争に対しても、えー、しっかりと日本からこんなひどいことはもう繰り返してはいけないということを伝えていく必要があると思うんですが、現実的には、えー、そうではありません。 えー、この、えー、現代の戦争のパートについて、えー、最後ちょっとご意見をお聞きしたいんですけれども、喋 <laughs> れるかな、えー、そのイラクのシーン、そして PTSD を抱えた米軍のシーンがありました。あの、実際に撮影をしてみて、いかがでしたかうーん、なん、うーん、そのそうん、人を殺している人を、 もうなんか、その、なんだろう、やらされて、うん、やらされて、殺さ、殺している人もすごい悩んだりしてて、なんか本当、上が、国が、一番怖いなって思いました。ありがとうございます。こののの映画の中で描いたシーンとしてえ多くの イラクに行かれた米軍の方々が、えー、アメリカに帰ってきた後に、あの、心を壊してアルコール中毒になったり、また、なんと4人に1人がホームレスになったりするという現状を照らし合わせ、えー、アルコール中毒に悩む、えー、米軍とサダコさんたちが出会うシーンを表現として入れました。あの、実際、あのー、 戦場ジャーナリストとして、イラクに行かれた、えー、芝さんにも監修していただきました。えー、というわけで、放送があと15秒ということになりました。えー、本日は、柴麗さん、そして、リアンさん、えー、この、貞子の鶴について、いろいろお話をいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとうございました。最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。えー、8月5日が大阪天劇シネマトロン、8月6日が広島アドバン会議室、8月11日が多摩プラント、えー、8月28日が東京の銀座となっております。他でも上映したいという方がおられましたら、アースアートファクトリー、増山玲奈監督までご連絡いただきましたら、自主上映開いていただきます。 だけますので、えー、ぜひよろしくお願いします。また、Amazon でも。